はい皆さんこんばんは心療内科医、竹山がお送りする心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで今回も最後までお付き合いください。えー、今日のテーマはこちらですね手を握る効能っていう謎タイトルですけれども今回も最後までお付き合い,いただけたらと思います。えー、今回はですね論文紹介なんですね。まあ、初めてかな YouTube ではあ論文紹介あまりしてないですけれどもこのテーマが手を握ることの有用性ですね。これをご紹介してみたいと思います。えー、病気になった方を解放するときに手当てっていう風な言葉使いますよね。でこれは言葉の の通り手を当てるということから来ている言葉なんですけれども、実は手を当てることの効能ですね、これは研究上でも示されているんですよね、はい。これをご紹介してみたいと思います。その前に簡単に自己紹介ですけれども、私、心療内科医竹雄と申します。えー、この YouTube では、心身症とか、あと心療内科の正しい知識を皆さんに持っていただこうと思って発信しております。また YouTube 以外でもボ o シー y とか Instagram、あとツイッターにもいますので、ぜひフォローしてみてください。はいで今回ご紹介する論文はこちらですね。患者が数、えー ししました家族が患者の手を握る行為の有用性ということで日本心神医学会雑誌の2012年今から10年ぐらい前の論文ですけれども、えー、まあれっきとしたこの我々が所属する日本心神医学会っていうのの公式な雑誌に載っておりますでその中ではですね胃ろうの栄養を受けている認知症患者さん13人を対象としてですねご家族さんが患者さんの手を握ることで胃の運動機能が改善するか また家族の自己効力感が改善するかこの2つを、ね、見てるんですよね。でいきなり結論ですけれども胃の運動機能は改善します、えー、これ、えー、前提部の運動能って MI っていう指標なんですけれどもこれ、まあ、パッと見ていただけたら分かるようにこの右肩上がりで、えー、なってますよね。この手を握る前と手を握った後手を握る声のあるなしで、えー、こういった感じで。 あの優位さを持ってこうピーチっていうのがあるんですけど、ね、0.034で、えー、手を握る方があ胃の運動が良くなるというのもあります。 これ同じような指標ですけれども胃の排泄脳っていう g r っていう指標を見てるんですけれどもこれでも同じような結果が得られてますしあとはご家族さんですねご家族さんの自己効力感は測るのにこの NRS っていうですねニューメリカルレーティングスケールっていうのを用いてるんですけれどもまあ見ていただいたら分かるように軒並、まあ、み右肩上がりですよねこんな感じでご家族さんの自己効力感ですね私が役に立っているというような感じも向上しているというような結果になっています。 はいなのでこの結果としてですね患者さんの手をご家族さんが握るということで胃の運動機能が改善してご家族さんの自己効力感が改善するということが分かったんですね。なのでご家族さんがですね私にできることは何もないっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけどそんなことは全くなくってご家族さんが手を握ることで、えー、胃の運動が改善したいとかですねいう、うん、実質的なあ効果があるというのが示された、まあ、非常に画期的な研究です。 というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこんな感じで、えー、今後も皆様のお役に立つ情報発信を続けていきたいと思いますのでぜひ高評価チャンネル登録で応援よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうさよなら興味津々